今日教えていただくのはこんな寒い日にもぴったりのこちら、はい、たっぷり白菜のシャキトロシチューですね。はい、そうなんです。今日はですね、白菜をたっぷり使った白菜だけの優しいシチューをご紹介します。はい、炒めてさっと煮るだけで短時間でね作れます。芯のシャキッとした食感とホワイトソースのとろみがねとっても優しい、心も体も温まる一品。白菜をじっくり炒めて美味しい水分、旨味のジュースを、ね、引き出して作りたいと思います。旨味のジュースというのも気になりますが、はいはい、白菜の、ね、旨味が、ね、どんどん出てくるので美味しくなります。それでは材料から見ていきましょう。はい、こちらです。材料は4人分です。白菜正味 500g、鶏ひき肉が 200g、 バター 25g、 薄力粉大さじ7、水 300cc、ブイヨン1袋 5g、 牛乳 200cc、 白だし大さじ1、白胡椒少々、自然塩は2つまみとなっています。それでは先生よろしくお願いします。はい、お願いします。作っていきます。まずですね、白菜ですが、こちらはですね、5ミリ幅で繊維を断ち切るようにですね切っていただいて、はい、軽く水を、軽く洗って水気をねしっかり切っておきます。今日はこのザル、もう1杯分のたっぷりの、ね、白菜を使っていきますが、とても、ね、ちっちゃくなります。500g ですかね。はい、4分の1カットぐらいですね。はい、そしてですね、お鍋でもう炒めていきます。バターと鶏ひき肉を弱火で熱してお肉の色が変わるまで炒めます。はい、そして白菜と分量外の塩をですね一つまみ加えていただいて、これぐらいですね、白菜が半分量ほどになるまでですね5分ほど炒めてあげてください。もしかして先生、このちょっと見える液体が旨味のジュースですか？そうなんです、ここら辺ですね。わかります？わかります、ね、これが旨味のジュースはい、旨味のジュースになります。ちょっと蓋をして蒸し煮にしていただくと、ジュースが、ね、出てきやすいと思います。塩を加えてじっくりと炒めることで白菜から、ね、美味しい水分が、ね、こう出てくるんですよね。はい、そしたらですね、しんなりとしたら一度火を止めていただいてから、はい、薄力粉をですね少しずつ加えていきますね。薄力粉は今日は大さじ7と結構たっぷりなので、はいはい、少しずつですね。白菜水分の、ね、お野菜なのでちょっと固めにね今日は仕上げたいと思います。少しずつ加えてダマにならないようにですね、その都度混ぜ合わせてあげてください。このホワイトソースの粉を加えるときは火を止めていただいてからですね少しずつこう混ぜていくのがポイントですね。はい、ダマにならずにまんべんなく回っていくんですね。はい、そうなんです。ちょっとね数回に分けて、混ぜていただくことでねしっかりとろみがねつくと思います。はい、でこちらにですねお水を少しずつ加えて混ぜていただきまして、ブイヨンも加えます。で中火にかけて2、3分加熱してとろみをつけたものがねこちらになります。ね、わー、ほんととろっとろですね。とろとろしてますよね。もう美味しそうですよね。でこちらにですねとろみが出てきたら最後の仕上げに入ります。牛乳を、はい、加えていただきます。そして白だしでちょっと調味をしますね。ちょっとなんか和風なんですかね、おだしが入って。そうですね、少しだけだしの香りがすると思います。で塩コショウですね、していただいて、もう弱火でさっとだけですね加熱していただいたら出来上がりです。美味しそう。